時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。したか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守り、たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
どそこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、葦の羽笛で合図をくれるか。ほら昔
聞かせてくれたであろう。こう、ピーッとな。その音を頼りに、そなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。この芦名の城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。芦名の羽笛を、そなたと私の符丁としよう。狼よ、無理はするな。どうか傷を癒してくれ。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。
狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。行こう。ここを抜ければアシナの城外だ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。
目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。名は何という、その目、差し爪、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。忍具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。ん？見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならばあるいは、そこもとよ。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。
死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。そこもとよ、この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。
されそう。そこにおるのか。ああ、その声、いや、まさかな。ご神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。うお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかの。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。伊之助、我がせがれよ、守り鈴は仏様に備えてくれたかえ。ほら、偏屈な物資がおる荒れ寺があるじゃろう。仏様ならそこにおられるでな。先ほどの御神か、母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。
ある顔だ。ああ、忍びの旦那だ。いや、あの世以来ですね。あの世とは何だ？え？旦那、覚えてねえんですか？ああ。へえ、なるほど。覚えてねえと。なあ、旦那。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。銭だ。旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家。ちんけな野党なんざ普通は返り討ちです。けど先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ、あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ旦那、お代さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ情報を買ってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。火の出る筒が平田屋敷に。覚えておこう。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。
ご供養いかがかね。供養さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。この任務、この辺りで使うでないぞ。カラスどもがビビっちまう。奴らいかに賢くとも、鳥獣には違いないからの。ひどいことはせぬものじゃ。平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には？もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。竜院を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。鬼め、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃと。お達しね。変わっちまったな、芦名の戦も。
Thank you.
方がおれば、アシナもまだまだ安泰よ。一度は退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が血を、誘引の力を利用するというのですか。いかに力を得るか、痛みも恐れも忘れ、戦い続けるの。私は、人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では、アシナは守れぬのだ。私は、ケンイチロウ殿と強くはなれません。何をなすべきか、未だわからぬのです。あれから随分と経つ。待ったとて無駄なことだ。
木陰よ、かわいそうなオラの馬子よ。やつら、マクチクなんぞで脅かしよって。死んじまった。死んじまったよ。死者があるところ、また供養衆あり。故に、戦場こそ我らの庭よ。さあ、ご供養していきなされ。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、
忍び騎士とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。
の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎がおれど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。ようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これはアシナ流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。アシナ流、流派というても固く、
当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。だが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。を知らんのかい？金剛山の千宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあお前さんも拝んでみ。ありがたや、ありがたや。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。
主、フクロウのせがれか。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流線詣での年であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。
燃えるの。 皮膚傷とはよく言ったものよ。ケーキ漬けにはぴったりだ。ちぐいねえ、辛気臭い田舎屋敷だ。せめて最後くらいはパーッとね。
兄貴、次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、よそをあさってくだせよ。どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。おう、ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく走行しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。ああ。肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしや
お主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。
父上。お前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当てはよい。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの日の出じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命を賭してお守りするのじゃ。父上。左手へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込めば抜け道が生まれ。お任せください、父上。してくるとしたら、この隠しホラーなに違えねえ。十蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってるさ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。
主、この基地によくぞ参じたの。はぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬ。共に参れ。うおいやいや、我こそは野上吉之助、国富行くぞ。私は恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止め殿、止め殿。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが、伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。恐る。
若様のこの先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。フクロウのセガレイよ。ご長殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。あるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻の窓へ楽しんでおくれ、せがれ殿。Thank you.
腕を上げたね、オオカミ。なんだお前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ忍びの戦う術が書いてある。まあどうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいて。手に入れた忍具か。ああ、忍び義手は牙じゃと言うたが、忍具を仕込むことでその牙は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め打つ。仕込んだ忍具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが忍具を仕込んでやろう。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は、
忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技など、もはや無用と思っておったが、わからんものよな。わしが彫る仏は、どうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんも、いつか掘ってみればわかるだろうさ。それで、何か用か。ああ、そこにある優しい顔の仏様。そいつには、妙な真似をするなよ。まことに息を吹き返したのですね。竜陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。瓢箪の種とはこれか。はい。それをこちらに。種を瓢箪に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。瓢箪の種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。一つ頼みがあります。なんだ。少し顔を見せてください。何。白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。